皆様こんにちは、白熊です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様、劇場版ニューミッケザムービーはもうご覧になりましたでしょうか。突然ですが、この動画をアップしている10月10日はドラムの日となっております。2017年に制定されたようです。ということで、今日の動画も最後までどうぞよろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。劇場版ニューミッケザムービー、サキちゃんの圧倒的バスドラムの存在感、聞き逃すなここの連打、ということでやっていきます。前回の動画に引き続いて、動画ご視聴前の注意点がございます。この動画ではニューミッケザムービーのセットリストに触れていますので、まだセトリを知りたくない方や、どんな細かいことでさえ映画を見てから知りたいという方、動画のご視聴はここまでとしていただくようお願いします。前回の動画でサキちゃんのバスドラムについて少し細かく触れました。今までとサイズが変わったこと、それに伴って低音、重厚感やアタック感が増したことについて触れてみましたが、今回の動画は映画ニューミッケザムービーの中で特にここ聴いてほしいというバスドラムに絞って動画を撮影してみましたので、楽しんでいただけたらと思います。そしてこの動画のメインテーマなんですが、ツインペダルに触れていきたいと思います。この後ご紹介する3曲は全てツインペダルが使用されておりますので、ドラムの実演動画とともにお楽しみいただけたらなと思います。それでは今日も行ってみましょう。まずこちらがドラムの目線から見たツインペダルですね。こんな感じにセッティングしています。右足で踏んだら右のビーターというバスドラムに当たる部分が動きます。左足を動かしたら左側が動きます。こんな感じですね。右側、左側を動かしています。ハイハットスタンドの右側に左足を置く感じになります。ということで、ドラマーではない方のためにまずセッティングのご説明からしてみました。難しいですよね。両足動かさなきゃいけないので、右足は普段から使うんですけれども、どうしてもやっぱり左足がとても難しいです。右足と左足同じ音量感で踏むのも最初は特に難しいです。でツインペダルなんですけど、この動画のタイトルの時にここが聞いてほしいみたいな感じで言ったんですが、ツインペダルのフレーズは目立つので、皆様も気づかれた方実は多いじゃないかなと思います。ですが映画とかライブ DVD でサキちゃんのツインペダルが見やすいアングルで映っていることがほとんどないので、こういった動画も面白いんじゃないかなと思って撮ってみました。劇場版横浜サンセットの時はみそかのラストサビでサキちゃんが両足で連打しているシーンが映っていました。それではまずアルバム「ミッケ」の中からこの曲いってみましょう。音量に注意してご視聴ください。どうぞ。はい、1曲目はアルバム「ミッケ」の快速のこのフレーズですね。曲の中で何回か出てきますよね。自分でも試したんですが、このフレーズはシングルペダルでもいけなくはないです。ですがサキちゃんはツインペダルを駆使していました。アルバム「ミッケ」が発売された頃のスペースシャワー TV のミッケについてのスペシャルインタビューか何かの中で、サキちゃんが結構バスドラムにはこだわりましたと、でツインペダルを使っていますということをインタビューで言っていて、速いフレーズを踏む時に片足でドドッとやるより両足でドドッドドパッドドパッという風に踏んだ方がニュアンスがはっきりしていいというようなことを語っていました。ですのでたとえスピード的にはシングルペダルで踏めるスピードでも、あえて強調するためにツインペダルを使っていますということですね。続いて今の同じフレーズを足元を移してもう一度見てみましょう。どうぞ。はい、足元から見るとこんな感じになっています。結構ね、操作が大変です。特に速いフレーズとなると難しいですね。こういう細かいところにもサキちゃんのこだわり、ロックドラム魂みたいなものを感じますね。
では続いて2曲目です。続いてもアルバムミッケの中からどうぞ。子供の頃に書いた曲がった僕の尻尾ですね。前回の動画でも取り上げました。映画の中でもこちらの写真のようにサキちゃんの左足が右から左に移動しているのが確認できました。ここもね、スピード的には3発片足で行けなくもないんですが、両足でドドドといった方がバスドラムのニュアンスがしっかりと出ます。こういったところにツインペダルを絡めてくるのがサキちゃんっぽいなぁと感じます。続いて同じように足元からのアングルで見てみましょう。子供の頃に書いた甘い匂いがくすぐる。はい、足元のアングルを見てもらいました。ドドドってねやってますね。ツインペダルのことと関係ないんですけど、この曲サキちゃんがハモリをやっててすごいなと思いました。8分の6拍子をあれだけブレずに叩きながら歌うサキちゃん。続いて3曲目いってみましょう。次は快速や曲がった僕の尻尾と比べていかにもツインペダルといった感じのフレーズになっています。連打連打です。ではどうぞ。スピッツのライブ定番曲俺のすべてのツインペダルです。どこどこやってますね。いつ頃からかサキちゃんが俺のすべての時にツインペダルのフレーズを入れるようになりました。かっこいいですよね。ここはサキちゃんのバスドラムに耳がいってしまいますね。やっぱりツインペダルっていうとかなり派手なので、普段ドラムを聴かない方やドラムをやってない方でも発見できるんじゃないかなと思います。ではこれも後ろのアングルから見てみましょう。どうぞ。かなり派手な連打ですよね。踏むのを慣れるまでにはかなり時間がかかります。この動画を撮る時も実は何テイクも撮ってしまいました。綺麗に両足を同じ音量で踏むのが難しいんですよね。自分もツインペダルは慣れていないので、まだまだこれから練習頑張っていこうと思います。では最後におまけというか、実は俺のすべてでもう1箇所ツインペダルをサキちゃんがこの頃よく使っているシーンをご紹介します。どうぞ。はい、ちょっとミスってしまってましたね。すいません。いかがだったでしょうか。前回スプラッシュシンバルの入れどころが素晴らしいということについて触れましたが、10月10日のドラムの日の今日はバスドラムに焦点を絞ってサキちゃんのドラムを解説してみました。前回の動画でも言ったんですが、バスドラムが以前使っていたものより2インチ約5センチ大きくなっているので、重厚感の増した素晴らしいバスドラムの音になっているなと感じています。サキちゃんのバスドラムは力強くドンドンドンと踏んでいることもあれば、結構快速みたいに細かいフレーズを足で入れていることも多々あります。スピッツは跳ねている曲が多いので、このバスドラム非常に重要になってくるなとコピーをしていて感じています。映画でサキちゃんのバスドラムを全身に感じましょう。この動画が気に入っていただけた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。